あるより。見てますか。みかんのまなしが当たりましたよ。よいしょ。ゼブライカ略でデスマスパオジオンやって、へえ。雪に沈める、なんかこれはレアか。フローライツ、シママ、ドンファン、スナバー、おー、サザンドラ EX、ダブルレアかね、これは。はい、キョンじゃん。シンバスだ、トドグラーダン、トドグラーダンが嘘でねんね、ガンダラガンダラインバスアゲータイグシテトスミダイングルー、よいしょ、やべえ、まだ今んとこ出てねえな SR。ドキッとするよね。生キロが SR だったら嫌だよ。せめてなんか欠勤にしてくれよ。盛り上がんねえよ。よっしゃ、行こう。カラナクシ、トゲピー、カルボウ、ハバタクカミ、ケンタロス、タマザラシ、カイデン、シルシュル、リリバの実、カイデン、ロトム、バフロン、モノス、コライドン、ソウルブレイズ、え？ロックマンみたいじゃない？見た目。え、はい、ブレイカーズ強え、これ強くない？トラッシュするってエネルギー、黒煙切り、へえ、強くないこいつ。髪の毛ついてる、あ、そっか、みかんのまなし出たわ。じゃあ、もう終わり？あ、みかんのまなしだけ？え、そんなしょっぱいんけ、ポケモンカードって。なかなか、いい儲けしとんなぁ、ポケモンさんよ。あのカードの効果は一緒やしな、レア度が高いだけで。いや、同じカードでもレア度が違うっていう、まあ子供にも買いやすいし、まあ大人にもそのコレクション的な感じで両方の層を取り入れるからっていうあれなのかね。じゃあもうなんかあの望み薄いし3パック1日はもういい。なんか怒ってるよ。コフーライ、コイル、ドーミラー、鉄の包み、この夜猿、カラナクシ、マッカネズミ、ロトム、ベラカス、ベラカス、ニャオニクス、タマザラシ、エレザーガ、オコリザル、タマザラシ。あれ？なんか見たぞ。これアートレアじゃん。かわいい玉ざらし、ピクティニー。
粉雪、相手のバトル保険を MA にする。可愛いだけやな。そんな強くない。え、でも弱点鋼なんだ。へえ。これがちょっと分かりづらいよね。あ、水タイプだし、草と電気に弱いんだっていう。ね、安直じゃないんだよね。これがあって。まあでも、そんな水も電気も弱いってなかなか大変だけどな。一箇所の弱点があるだけが楽かな。ヒラフロル、アグノム、ナマケロ、ソウルフレイズ、レアコイル、エレキテル、トゲピー、モノズ、無限大な、シオジェン、シママ、バフロン、シガロコ、デスコーン、グラビティマンテン。やべえ、出る雰囲気全くせん。こんだけ上げといて。だってもう、SR は出ちゃったもんね。みかんちゃん。たまに5枚一気にさ、切る人いるけど、なかなかいいハサミ使ったんだ。もう錆びついたやつだよ。3パックが限界や。どうだくん、やる気者のマンキー、桃アロー、桃太郎じゃん、ケンタロス、エムリット、たまたま、ホゲータ、グレンアルマ、ダクトリオ、コフキムシ、マロヤクで、デレン、ダブルレアです。ミロカラス。またし、ワードマシン。ミルカロスってあれだよな、ちょっとロマンポケモンやな。美しさマックスになってからレベル上げみたいなしたら進化だよね。まずヒンバスがね捕まんねえんだよ。砂場、キラフロール、エレキテル、この夜空、シトロンの起点、トドグラ、シガロコ、ナマケロ、カプコケコ、うわぁ、強かったよね、レート戦で。カプコケコ。カプレヒレとか、なんか、草のやつとかってさ。こいつ、速くて火力が高いんだ。シアノ、チヘッド、ヤレユータ、ディグダ、ナモノ、ミライド。いや、やばくね？渋、超電ブレイカー。もう3パックよ。しかも入ってないかもしれんけど、渋いな今回。前めっちゃ良かったんな。前結構当たってんな。いや今回もさ、ポケカっていいやんと思ったけど、そんなことないかも。でも楽しいからな、開けたの。え、いや違う、なんかエースカード入ってた。もう紫色で分かった、エースカード入ってました。ででんね、おちげーた、こふきむし、かくれよん、アートレアや、なし、かいでん、ごまぞ、わっかねずみ、しろですな、せいせっと、あざらし、おこりざる、希望のアミュレット、ドドゼルか。1枚入っとんかな？強くね、これ。これ強えな、希望のアミュレット。どうなん評価。だってこいつで消えさせたらまた3枚好きな
カードやろ。ちょっとチートじゃね。感じです。正直渋いっす。正直渋いっすね。やばいっすね。超電ブレーカー渋いっすね。やばいっすね。あと2箱。疲れたな。でもな、開けんの。まあ今日中に開けちゃおうって思ってたし、開けちゃうよ。今のところみかんの眼差しかな、あたりは。だからトレーナーズカードのこれは1枚制限だしな、そんなに価値なさそう。言ったら死者蘇生とかさ、ああいう感じでしょ、リアリティ的には。あれも1枚制限じゃん。さあ、今のところ AR はね、かぶってないね。ただこれはラッキー。